ング。今日やる料理はね、これでーす。アルミホイルじゃーん。で、まあ、ホイル焼きやりまーす。でね、ホイル焼きね、いろいろやり方あるんですけど、まあそれもね、シリーズでね、何個か紹介しますけど、とりあえずね、今日はね、一番シンプルな塩味のさっぱりガーリック味でやっちゃいまーす。じゃあ調理スタート。はい、今日のね、材料説明いきます。今日ね、これで、まあ、2人前いってみようかなと思うんですけど、まずね、鶏もも肉、こう食べやすいようにこのくらいのにね、カットしました。でね、これね、もしさっぱり味が良かったら皮を剥いちゃって、胸肉だったらさっぱりいきますね。今日はもも肉使ってやります。これまずね、 200g、 それからはい、しめじ、はい、しめじは半分ぐらいかな、パックの。それからこれね、えのきね、えのきは1パック使ってます。これ、それに玉ねぎ、人参、ピーマンね、こちらも彩り野菜です。それから、まあ、バター、塩、胡椒、レモンってことですね。はい、それでこんな感じです、材料は。はい、じゃあ早速調理の方してみたいと思います。はい、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まずね、鶏肉ちゃんね、鶏肉ちゃんモールでも器でも何でもいいんで入れて、まずね、下味入れていっちゃいますね。下味、これね、塩、はい、塩、胡椒、これしっかりめの味がいいですね。薄味じゃなくて、これの場合はね、野菜からの甘みも出るんで、しっかり味で、はい、塩胡椒します。はいはい、そこにね、これね、刻んだニンニクね、みじん切りのニンニクを小さじ1杯ぐらいかな、1杯半ぐらい入ってくる。結構多いめにニンニク入れます。はい、これでしばらくちょっと揉んで、えい、はい、これで準備 OK です。はい、そしたらね、大きめに切ってね、アルミホイルを切って、その一番下にちょっとバターをちょっとこう薄い目に塗りますね。こうちょっと常温な感じで、こういう感じでちょっと塗って、まずここに油の膜を作りますね。で、その上にまずね、玉ねぎね、これ肉が当たらないように、今日ね、フライパンで焼くんで、下から熱が来るんで、一番下に肉が来て、まあ焦げすぎないようにってことで、まず玉ねぎね、はい、そしたらその上に先ほどガーリックと塩コショウ強めに敷いた肉、鶏肉入れますね。はい、こんな感じです。はいはい、そしたらその上に、はい、しめじちゃん、はい、きのこ入れます。しめじ、えのき、はい、こんな感じね、こんな感じでたっぷり入れちゃいますね。はい、そしたら彩りの、はい、人参、はい、ピーマンちょっと入れて、はい、ここでちょっとまたね、上からちょっと塩コショウします。塩コショウします、この上からも、はいはい、塩コショウします、上からね、またね、ちょっと濃いめがいいね、これも。はい、そしたらこれを両サイドこういう感じで包みます。まあこういうふうに包むわけですけど、こういう感じで一旦こうやって包む形を作ってから、はい、そしたらここで少しこう、まあお皿の形作ってから、ここに今日はこのね、白ワインをこの上から大体まあ大さじ1杯ぐらいかな、バーッ振りかけて、いったらさらにこの上にバターですね、バターを乗っけて、でレモンのくし形のやつを1個乗っけます。はい、こんな感じでセット終わりです。そしたらこれをしっかり両サイド結んで、はい、こんな感じで完全に覆います。はい、これで下準備完成です。はい、今日はね、2人前ってことでね、さっきの分量を2等分して、こうやって2つきれいに作りました。はい、これで準備完成です。さあね、実際にね、じゃあ蒸し上げしていきます。こんな感じでね、火加減はね、強火じゃなくて中火ぐらいですね、中火ぐらいに落として、これを2つ並べて、はいはい、こんな感じ並べて、はい、蓋します。はい、こんな感じで中火で大体20分ぐらいですね。
じっくりここで焼いていきます。はい、じっくりね、20分ね、蒸し上げましたよ。焼きました。さて、さあこれでどんな感じになってるか、オープン。うい、こんな感じでとりあえず完成です。はい、とりあえずね、出来たてのこれをはい、お皿に乗っけて完成です。さあね、早速ね、中どうなってるか見てみたいと思います。うわー、楽しみー。じゃんじゃじゃん、じゃじゃじゃん。うわー、うまそう。完成しました。今日のね、簡単料理ね、ね、さっぱり味のね、鶏肉とキノコの、ホイル焼き完成です。うまそう。はい、じゃあね、早速食べてみたいと思います。よし、うまそう、もう最高や。こんな感じ見えるかな、見えてますかね。こんな感じです。めっちゃうまそうですよ。よし、じゃあいただきます。いやー、おいしそう。いただきます。まずね、こうキノコとね、いやもうすごいいい香りしてます。こうレモンがね、なんかやっぱり効いてて、レモンの酸味とこのね、キノコと、じゃあ鶏肉ちゃんいただきます。いただきます。うん、おいしい。これはおいしいです。もうね、白ワインも効いてますね。このキノコがそれで全ての味を吸って、キノコおいしい、本当おいしいですね。もうね、ニンニクの香りと、それからレモンの酸味で、まあなんか白ワインとかとちょっとした甘みね、もうね、混然一体となってね、めちゃくちゃいい味になってますよ。でやっぱりね、これはね、本当にこのさっぱりの塩味もう最高です。ホイル焼きね、うん、簡単なんで、皆さんもぜひやってみてください。今日も、簡単料理ね、鶏肉とキノコの、さっぱりホイル焼き大成功です。今日もご視聴ありがとうございました。